ベローナ休憩巡洋艦は、イギリス海軍が建造した、軽巡洋艦の艦級大同休憩巡洋艦の改良型で5隻が、収益した。大同休憩巡洋艦シリアス。特徴的な三段背負い式の艦修主砲塔と、後方に傾斜した前後マストと日本煙突がよくわかる。写真。1930年代から急速に発達した、航空機が、 感染の脅威となることを予見したイギリス海軍は、旧式の C 級系巡洋艦の主武装を10.2センチメートル広角砲に、換装することで、防空艦に改装し、各国海軍の興味を引いた。イギリス海軍は、この成功を踏まえて、条約型の範囲内で、対艦対空の双方に対応できる強力な広角砲を、主兵装とする、防空巡洋艦を建造したのが、 大同級系巡洋艦であった。大同級は、新開発の1 3 3トル連装高射砲を5機10門搭載して、強力な対空火力を持つはずが、対空の主力のはずの1 3 3トル降格砲の、対空能力が、砲塔の行角は70度で急降下爆撃機の射撃に支障があり、実用発射速度が毎分7.5発で、弊射砲と大差なく、 戦回も自動であった。さらには、船体の建造ペースに、主砲塔の生産が間に合わず、実際に設計通りに収益したのは6隻だけという、ありさまであった。やむなく既存の広角砲や、機関砲を搭載した方が、対空能力が高くなって、対空戦闘に有効であるという稽古な戦訓を、残した、大道級の問題点を踏まえて、改良型である。 本級五隻が追加された。これがベローナ級軽状二洋艦である。ベローナ級の対空火器はレーダーでコントロールされるように改め設計されていた。本級のスパルタン。三番手法の代わりに四センチメートルポンポン砲を搭載していた。艦首看板に手法等三機を背負い式配置したためにトップヘビーであったため。 本級では3番砲塔を廃止して跡地には 4cm、4連装ポンポン砲1基を配置して 13.3cm、連装広角砲4基となった。これと共に環境を一段、低くして、低重心化された。また後方に傾斜していた前後マストと2本煙突は、直立して、外観のイメージが変わった。ベローナ級は、エディンバラ級系順位王冠の流れを組む。 朝鮮首労型船体となっていた。これはしのげな未成を保ちつつ建造費を安価にすべく、鉱材を節約する工夫であった。水線部では、イギリス条約型従巡洋艦の流れを組む、典型的なは、船体長を長く取り、船体の幅を抑え水の抵抗を少ない、船体形状で、少ない機関出力でも高速を出しやすい、形状であった。 垂直に切り立った艦首から全く視野のない艦首甲板上に 13.3cm 広角砲を収めた連装式の主砲塔が背負い式配置で2機配置され2番砲塔の基部から上部構造物が始まり近接下機として 4cm ポンポン砲を4連装砲がで1機を配置した即居技と対空即居技を乗せた塔型環境と三脚型の 全部マストが立つ。船体中央部には日本煙突が前後に間隔を空けて建てられ、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビッドが片言に一組ずつ、計二組により関西艇は運用された。原則甲板上には4センチメートル4連装ポンポン砲が片言一機ずつ配置され、 2番煙突の基部には282型レーダー付き射撃管制装置を載せた対空指揮所が設けられた。原則ポンポン砲の後方に対艦攻撃用の53.3魚雷発射管が3連装で片毛に1機ずつ計2機が原則艦板上に配置された。後部三脚型マストの後方に3番4番手砲等が後ろ向きの背負い式で2機が配置された。 13.3cm 連装広角砲の断面図。ベローナ級の主兵装として、マーク I13.3cm5.25 インチ広角砲を採用。これは、キング・ジョージ5世級戦艦の副砲に採用された、砲塔とアホ室内の配置や、装填機構に違いがある。この砲は、両用砲として、対空戦闘に必要な発射速度を確保しながら、 水上戦闘を考慮して、可能な限り高い打撃力を持つ方として構想された。しかし、砲塔の旋回速度が低く、近距離に入った、航空機を追従するには十分でなかった。また砲弾と薬砲の重量の大きさのために砲員の、体力的負担が大きく、連続射撃時には設計上の射撃速度である毎分12発から、毎分7.5発程度に低下した。 1944年からは VT 新艦が利用可能となり航空機への対処能力が向上した4センチメートルポンポン砲の4連装砲画の写真他に近接対空火器としてイギリス軍艦に広く採用されている1930年型マーク8ポンポン砲を4連装砲画で船体中央部に片毛に1機ずつの計2機搭載したが ベローナ以降は3番手法があった場所に追加で1機、搭載したために3機で異なっていた。他に、対艦攻撃用に53.3センチメートル、水上魚雷発射艦を3連装で、船体中央部に、片毛に1機ずつの計2機装備した。ベローナ級は、当初から、防空巡洋艦として設計されたため、対水上艦船を重視していなかった。 また、イギリスは海外に多くの植民地を持っていたため、それらと本国イギリスを結ぶ通称路を保護する必要性から軽巡洋艦は小型の艦を多数建造するという方針が重視され、アリシューザ級よりも少し大きい基準排水量5500トンという小型の船体で設計され、長期航海に耐えるように船体の各所に燃料や各種備品を収める倉庫を置いた結果、 ベローナ級の防御装甲に避ける重量は減少の一途をたどり、駆逐艦をわずかに上回る程度の防御力となってしまった。水栓部装甲はわずか 76mm 装甲を機関区のみ、水栓部に貼っていた。砲塔は前立てのみ 38mm、玉火薬庫は 25mm から 51mm の防御装甲で囲まれているだけで、 船としての性能は良好であっても、対水上戦闘艦としては、防御装甲は薄弱だった。ありがとうございます。